こんにちは。今回は林さんに関する文章題です。今から問題を流します。問題を解く人はその時点で一度動画を止めて考えてみてください。では解いていきますね。まずは問題文に書いてある通りに線分図っていうのを完成させていきます。はじめ太郎さんは A 地点に、次郎さんは C 地点にいました。お互い向かい合って進むと B 地点で出会った。太郎がここだけ。これだけですね。こんだけの距離を進んでいる間に次郎は、これだけの距離進むことになります。お互いこっち方向に進むとき、二人は D 地点ですね。ここに同時に着きました。太郎がこう進んでいる間に、次郎はここからここまでですね。これだけ進んでいることがわかります。この線分図見てもらったら、次郎が進んでいる距離ですね。これが84メートル。ここが1260メートル。これがわかります。次郎について考えます。次郎は B に向かうときも D に向かうときも同じ速さで進んでいるわけですね。同じ速さで進んで84メートル。1260メートル。これだけ進むことができます。この進んでる距離っていうのはかかってる時間の比でもあるわけですね。これ簡単にします。42で割ると2対30。さらに2で割って1対15ですね。この距離の比が1対15ですから進んでいる時間ですね。これが1の時間、こっちが15の時間っていうふうにわかります。っていうことは、太郎もこの時の速さ、この時の速さ一緒なんですね。時間も1対15って分かってますから、この距離1マイル。この距離15マイル。こういう風に分かります。じゃあ、線分図で1マイルと15マイルの差、14マイルですね。これが84メートルと1260メートル。これを足したものになりますね。求めたいのは AB 間の距離1マルですね。っていうことは、この式から1マル求めてもらったらいいです。84、14で割ったら6。1260、14で割ったら90ですね。1マルは6足す90で96メートル。こういう風に出すことができますね。はい、次回の問題です。日数と曜日を考える問題。日暦算に関する問題ですね。今回の問題と比べるとだいぶ難しくなっていると思います。ぜひ一度解いてみてください。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。